こんにちは。恋愛婚活スタイリストのジュリです。あなたは街で美女と野獣を見かけたことはありませんか？美女を連れている男性、とっても羨ましいですよね。もしあなたが外見に自信がなくても大丈夫です。今回はですね、野獣が彼氏候補になった簡単な方法ということでお話をさせていただきたいと思います。さて、その簡単な方法とは、じゃあこちらです。 MRT ですね。これからあなたは何を想像しますか？ MRT ですね。それはですね、こちらです。じゃん。まめに連絡を取ること。まめに連絡を取ることによって、女性はあなたに対して安心感を得ます。そしてあなたに好意を持つことになります。例えば、何々ちゃん、おはよう、今日も頑張ってねとか、何々ちゃん、週末は何やってるのとか、とにかくあなたのことを気に入っています、あなたは何をしてるのか気にかかっていますっていうアピールをすることがとっても大切です。できれば毎日面倒くさがらないで女性にメールを送って、接触をとにかくしてください。接触が多いければ多いほど、あなたに対して女性は好意を持ちます。ただですね、ストーカーにならない程度に、ちゃんとコミュニケーションを取りながら、メールを送ってください。そうすればあなたも彼氏候補になることができると思います。ぜひ試してみてくださいね。それでは次回は、女性から嫌われてしまう NG なメールからの生還についてお話をさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。